ザムトゲマインでエッシャーイコール・シュタットールデンドルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ホルツミンデン群の11つの市町村で形成される、ザムトゲマインデである。このザムトゲマインでは、2011年1月1日に、ザムトゲマインでエッシャースハウゼンと、ザムトゲマインでシュタットールデンドルフとが合併して、成立した。このザムトゲマインでは、アルホルツェン、デンゼン、ディールミスセン、 アイメーン、エッシャースハウゼン、ハイナーデ、ホルツェン、レネ、リュアーディスセン、シュタットールデンドルフ、バンゲルンシュテットの11市町村からなる。本部は、シュタットールデンドルフに置かれている。2009年10月12日には、ザムトゲマインデエッシャースハウゼンと、ザムトゲマインデシュタットールデンドルフの議会が合併して、2011年1月1日に、 ザムトゲマインでエシャーイコールしたトールデンドルフが成立した。旧ザムトゲマインでしたトールデンドルフのザムトゲマインで長であったボルフ・ガング・アンダースが69.33%の票を獲得して、この新しいザムトゲマインでの長となった。この選挙の投票率は56.43%であった。この新しいザムトゲマインでの議会選挙は年月日に、 行われ38人の議員が選出された。ありがとうございます。